はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでヒーローさんからご依頼です、スローンズのコンプリートシリーズですね。こちら2つです。で、書いてなかったんですけど、これで発送しますか。一応動画ご確認いただいた上でご連絡いただければと思います。今回ちょっとタイと記載がなかったので出していいのかどうなのかなと思いました。はい、こうですね。はい、じゃあ全部開封してからです。ちょっと待って、サインのメンバーだけでいっちゃうとね、こっちのが、はい、書き込みもデュアルもあったりしますんで全然いいです。よいしょ。7は結構まあ書いてないね、ちょっと高級版が出たりしたんですけど、そこで書いてない方々がちょっと数名いるかな、ね、戦車をこうコンプリートねしたい方は結構7は買われてましたね。まあ、コンプリートの方はね、まあ、メンバーも、まあ、当たりも結構いるんですけど、いますよ。ユーロンとか。まあ、あれはあれでね、いいキャラでしたからね。最後はね、ユーロンもまあ、どうなんだろうね。生きてはないのかな。どっか生きてるのかな。ね。正々堂々と戦ってましたからね。そこは、よいしょ、よかったですけどね。でもまあ、うん、ジェイミーはちょっと生きてて欲しかったところもありましたけどね。ちょっとなんかパリパリパックでちょっと開けづらいです、はい、はい、じゃあいきます。ワンボックス目ね。これはインサートですかね。はい、学者さん、マイスター、ね、ん？ホールドホールドン、あ、ホールドンドアって書いてザ・ドアかね。うん、生きる目的ってありますよね。あ、サインだ。はい、なんか右見えてますけど、どうでしょう。せーの、イアン・デイビスさん、ブラザーフットか。ああ、はいはい、いましたね。うん、よいしょ。モーガン、はい、うん、ちょうど 6?7? ん ?6?出てくるのあたりってそのあたりでしたよね、確かね。書き込み O と1と、もう1枚サインが出てきますので、さあ、あともう1枚。あ、これね、この毒殺シーンね。いやー、まさかお前かーっていうね、初めから見てた方は6年越しに知るんだよね。6年後に知るんですよ。すごいなと。いや、ほんとね、壮大なドラマです。はい、ジョン・スノーですね。
サインがあともう1枚、これはパラレル？ん？レギュラー？あ、インサートっすね、多分。はい。お城シリーズ。これもインサート。魔女とね、うん、バラシオ。メスサンデー。じゃないや。はい。メルサンド。ミサンディはあれですね。サインが来ねえな。これか、これだ。金ペン、銀ペン、青かな。青ペンだ。レベッカ・ベンソン、ターリーのあの、ん？サムの奥さん？いやもう忘れちゃったな。そうだよね、多分ね。これでも2019年だからもう奥さんになってるんだもんね、多分ね。はい、だからいや違うな、わかんない忘れちゃいました。はい、よいしょ。いやもうちょっと間空いちゃうとダメですね。はい、2箱目です。あれ奥さんで合ってんのかな、ちょっと定かじゃないな。ちょっと後でウィキロこっちか。はい、書き込みとサインカードですね。それとインサートとパラレルみたいな感じですね。書き込みもちゃんと丁寧に書いてあっていいですね、うん、いやこれブレザーフットって書いてなかったら一瞬誰なのかなって思ったよいしょ。あれ書き込みかデュアルオートでしたっけ。あれデュアルオート出る場合は別でしたっけ。どっちだったかな、どっかに書いてなかったっけ。これだっけ。あ、これだ。あ、これ、あ、コンプリートか。インスクリプションオートかデュアルオートですね。どっちかが箱1入ってると。で、サインカードは2枚ですね。で、エミリア・クラークのオートレリック。スケッチカード。が2種類。それと、コスチュームカードがあるんだ。なるほど。グレイワームとね、メスサンドのようデュアルオートというのは、あ、ちょっと右側にあるんですけどね。あ、またあれか、リトルフィンガーいるんだ。ショーン・ビーンとリトルフィンガーいいですね、デュアルオート。アリアがね、7から8書いてなかったな。高級版にも入ってなかったかな。それで、このコンプリートに入るって、ちょっと入りで真ん中に来てたんだと思いますね、確か。はい、じゃあいきます。2箱目。まあシーズン1からのね、こうシーンが全部ねありますからね。ちゃんとほら3匹の竜もまだ子供の頃。あ、サインだ。誰だろう。あー、タラさん、タラ・フィッツジェラルドさんはね、でも結構サインレアだったような気がします。確か確か。あれ？そんなにはね、書いてなかったような気がします。
で、女優さんとしても非常に、はい、ね、著名な女優さん、はい、バラシュン家ですからね。サイン丁寧でいいですね。ターラ・フィッツジェラルドって書いてますね。バラシュンだよね。そうだよね。ね、お城シリーズね、うん、でこれがサインカードだから書き込み入りかデュアルがもう一枚出るはずです。あー、いいっすね、サージョラね。いやー、よかった。彼はね、うん、人間のキャプテンですね、彼はね、うん、痛い、人間ですから痛いよそりゃっていう、ね、ゴブリンにチク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 やられてましたからねサクサクやられてましたからねそりゃ痛いっすよっていう。これだ。あ、デュアルっぽいかな。デュアルっぽそうな気がするだけだったら申し訳ないです。せーの。ホロ来たホールドオンのね、子供の頃と、ね、大人の。うん。はじめちゃんと子供の頃はね、言葉喋っててね。で、そのうちあの、ホロ。みたいなで大人になってもね、どのくらい経ったのかな、この時多分 7,8 歳ぐらいなイメージなのかな、もうちょっとかな。ヤングホーラーで、ホーラーホーラーね、はい、いや、いいっすねこれ、うん、いや、ヤングホーダーとね、ホーダーくんのデュアルオート、これはありだな。なんでカタログにないの。店長が激アツですけどね。あんまり書いてないですよ、ホーダー。あの、後期場にもいなかったんですよ。なんでインフレクションにいねえんだよって、お客さん何も聞いてます。何もじゃないけど。はい、ホーダーくんいないんすかって言ったら、いや、いないんすよね。って言われましたよ。175。いや、いいっすね、このデュアル。ね、物語の、まあ、核ですからね、このホールドオンドアは。これもリアルで、こう、ね、ゲームオブスローンズ見てた方は、3年間ぐらいモヤモヤし、ホールドオン何っていう、その答えがね、3年後に分かるっていう。ホールドオンドア、ドアを閉めろね、マジでっていう、ほーんっていうとこですね。よいしょ。はい、2箱目はかなりいいんじゃないですか。タラさんも大女優ですから、それとデュアルオートです。はい、多分これあれだよね、サムのお嫁さんだよね、そんな気はしない、なんかそんな見覚えあるけど違うかな。ブラザーフットはあれね、まあまあ活躍はしましたからね。そんなでもないかはい、ということで、まあこの辺がね、ちょい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 こう出やすいのがこのコンプリートシリーズの特徴です。うん、まあ結構いいですと思います、内容的に。はい、ということでね、またぜひご利用ください。はい、ありがとうございました。